セルゲイ・ペトロビチ・レイフェルクスに生まれ、レニングラーと音楽院に学んだ。1972年に、同地のマールイン劇場に加入し、エフゲニー・オネーギンや、イオランタ、セビリアのハ髪シ、ドン・ジョバンニなどの演技で頭角を表した。1977年に、キーロフ歌劇場に加入し、当時、ユーリテ・ミルカーノフの女子を務めていたバレリー・ゲルギエフの、指揮によりプロコフィエフ。 戦争と平和のアンドレイ・ボルコンスキー役を演じた。このキーロフ歌劇場在赤時に力強い歌手として、また総意に富む俳優として、国際的に評価されるようになった。1980年代初頭に、クルトマズア式のベルリンフィルハーモニー管弦楽団と共演して、以降は西側諸国のオペラ、コンサートにも活発に出演するようになった。 これまでにロイヤルオペラハウス、ウィーン国立歌劇場、オペラバスティーユ、スカラザ、サンフランシスコオペラ、メトロポリタン歌劇場、ネーデルランドオペラ、テアトロコロンなどの世界の主要な歌劇場で、その演技を披露し、エディンバラフェスティバルや、ブルゲンツ音楽祭、グラインドボーン音楽祭、ザルツブルク復活祭音楽祭などの音楽祭に出演している。共演した著名な指揮者には、 ゲオルク・ショルティア、ジェームズ・レワイン、クラウディオ・アバド、ベルナルト・ハイ・ティンク、ズービン・メータ、リッカルド、ムーティ、小セイ治など、主要なオーケストラには、ロンドン交響楽団、ボストン交響楽団、ニューヨーク・フィルハーモニック、フィラデルフィア管弦楽団などがある。百八十三年に、ロシア・ソビエト連邦社会主義、共和国人民芸術家の称号を、年に、 ソビエト連邦国家賞を授与された。ありがとうございます。